鈴木 GSX-R、GSX-R、GSX-R GS とは、鈴木が製造しているオートバイのシリーズである。1984年、4ストローク直列4気筒エンジンを搭載した、GSX-R、排気量 398cc が発売され、以降は、レーサーレプリカ及びスーパースポーツの車種として、排気量別に、数車種が生産されている。 なお現在は、日本国外市場向けの車両、1000cc、750cc、600cc、150cc、125cc のみ、発表されている。GSX-R250 とは、1987年から1989年に、かけて、鈴木が製造していた普通自動二輪車、軽二輪である。GSX-R400 は1984年、 昭和59年に最初のモデルが発売されたが、当初は排気量を表す400の数字は社名につかず、GSX-R のみであった。鈴木が先に発売した RG250 ガンマ、ガンマと同様アルミ合金をフレームの構造材に用いたことにより、152kg という当時としては、驚異の乾燥重量を誇った。当時の鈴木は馬力競争に、 積極的に参加しており、59馬力の最高出力は 400cc クラス最大で、この値が後の 400cc クラスの自主規制値となった。この初期型 GSX-R の乾燥重量 152kg59 馬力というカタログスペックは、現在に至るまで、市販 400cc クラス4気筒モデルにおける最軽量、最高値である。 初期モデルに排気量を示す四百をつけなかった理由は、排気量を超えた性能という意味合いから、九百九十九年、平成十一年の生産終了までに、モデルチェンジとともに、社名も g s x r 四百、g s x r 四百と変わっていった。なお、同時期に販売されていた他社の、レーサーレプリカモデル同様、モータースポーツ用、ベース車両として、 SP、スポーツプロダクションモデルも設定されていた。1990年、平成2年から販売されていた GK76 型でのノーマル車と SP モデルの際にはギアレシオのクロース化、フロントフォークの減衰力調整機構、リアショックアブソーバーの別体式、リザーバータンク、マイナーチェンジで STD モデルにも後に採用、キャブレターの変更、 合計 33mm、35mm 33 35、mm、アッパーカウルのステッカーが挙げられる。また、カラーリングについては STD が3色設定されたのに、対し、SP モデルは制白のみであった。1991年、平成3年以降は、SP になるモデルも設定されるが、これは、SP モデルのギアレシオを、STD モデルと同一にしたものである。なお、年式は、 L 型、1991年式は M 型、1992年式は N 型と区分されるが、1993年、平成5年の P 型を最後に1999年、平成11年のモデル廃止まで、マイナーチェンジは行われず、カラーリング変更のみとなっている。本社種が登場した映像作品は、1987年、 昭和62年放送の仮面ライダーブラックでブラックが乗るロードセクター並びに南高太郎のバイクとして GSX-R4001993 年平成5年劇場公開の仮面ライダーゾでゾが乗る Z ブリンガーも GSX-R400R がベースである GSX-R600 は当初1992年に登場した GSX-R750 を海外輸出向けに排気量を小さくした派生モデルであったが、その後欧州での 600cc クラスのレース活性化や GSX-R750 の国内正規販売が終了したことなどにより、次第にメイン車種としての開発が行われ、2006年型からは、 GSX-R600 のエンジンをボアストロークアップすることによって GSX-R750 がなされるなど逆転し、その後600.750ともにほぼ各年でモデルチェンジを繰り返し、現在も日本国外向けに生産されている。なお、GSX-R600 はベース専用のベースベース車が台数限定で鈴木二輪から発売されている。 GSX-R750 とは1985年から鈴木が製造している大型自動二輪車である。4気筒エンジンの排気量が 750cc に制限されていた時代のプロダクションレースでのレーサーベース車両であった。GSX-R1000 とは2001年から鈴木が製造している大型自動二輪車である。 4気筒エンジンの排気量上限が 1000cc へと変更されてからのプロダクションレースでのレーサーベース車両として採用れている。GSX-R1100 は GSX-R750 に1年遅れて1986年、昭和61年に発売された当時各社で争われていた世界最速を目指して開発された車両である。以後、1100の新型は 基本的に750の1年遅れで投入された。1100は750と同じコンセプトの車体設計と外観を持ち、最初期モデルの乾燥車重は 197kg だった。このモデルが搭載する揺れエンジンは130馬力を発生し、この値は当時の TT 回1マシンと同等と言われた。しかし、FZR-1000ZZR-1100 などの ライバルに対抗するため、1988年、昭和63年のリアホイール拡幅、1989年、平成元年の排気量拡大、1991年、平成3年のロッカーアーム変更など、ほぼ毎年のように改良が加えられていった。1100は750に対し、ホイールベースが長く、ハンドル位置も高く設定されており、 高速ツアラーよりの色合いが強かった。揺れエンジンの最終型は145馬力を発生した。1993年、平成5年には前年改良の750と同様、水冷エンジンを採用した。このエンジンは155馬力を発生し、量産車としては最高のパワーを誇ったが、乾燥重量は2 3 1ラムとなった。 1995年、平成7年には、マイナーチェンジを受け、重量は 10kg 減った 221kg となった。以後、1998年、平成10年まで、カラーチェンジを受けながら生産が継続され、これが最終モデルとなった。なお、1996年、平成8年に750は、ツインスパーフレームを持つ新型にモデルチェンジされたが、 1100は、モデルチェンジを受けることはなかった。GSX-R1100 の販売を終了した翌1999年、平成11年、鈴木はハやブサを市場に投入した。GSX-R125 は2016年10月のインター元において発表された新型の 124cc モデルである。同年11月には、排気量を 147cc に増大させた。 GSX-150R も発表した。エンジンは共に短気筒だがスイレディ OHC4、バルブのものを搭載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。